10人に来まさかの初勝利で BD 最弱返上ファン涙、感動した、おでんツンツン男から渾身ダウン奪う、びっくりした。ブレイキングダウン7、19日、幕張メッセ。総合格闘家の朝倉未来がプロデューサーを務める1分1ラウンドで争う格闘技イベントが開催され、第9試合では、BD 最弱と呼ばれてきた10人に来がスシローなど外食店での迷惑動画が社会問題となる中、再びクローズアップされているおでんツンツン男と対戦し、延長の末、5対0で勝利した。最初の1分はゴングから攻勢に出た10人に来だったが、疲労が出た後半におでんの攻撃を被弾。判定はドローで延長戦となった。延長では10人2期が右、左の連打でおでんからダウンを奪い、決着。DJ 社長、青汁王子こと三崎優太に敗れ、最弱の称号を欲しいままにしてきた男がついに初勝利を手にした。勝利者インタビューでは、ブレイキングダウンに出て、人生が大きく変わりました。本当に感謝してます、と、語った。10人2期の成り上がりストーリーを見届けてきたコメント欄は、感動した、との声に溢れ、ダウンを取るとは、びっくりした、と、驚きの声が上がっていた。10人2期の最弱人生終了。おでんツンツン男を相手にブレイキングダウン初勝利で、すいませんちょっと疲れました、とピリオド。19日、幕張メッセにて、ブレイキングダウン7が開催。第9試合では、元祖迷惑系。おでんツンツン男 VS ブレイキングダウンの最弱スター、10人2期が行われた。約1年前のブレイキングダウン4オーディションで秒殺負けしたことから人気が沸騰した最弱スターの10人2期。最近は地上波の仕事ももらい、世界の果てまで行って Q に出演したいとオファーを待つ身。しかし今回の相手は負けることがブレイキングダウンファイターとして終わりにつながる相手となった。相手となった元祖迷惑系。おでんツンツン男は約7年前にコンビニのおでんをツンツンした動画が拡散し逮捕された男。初登場時には10人2期におでんを差し入れると、10人2期がおでんをおでんツンツン男の顔面にぶちまけて因縁が勃発した。ブレイキングダウン7の前日会見では、SNS の発言でスシローから感謝された10人2期の顔面に寿司を叩き込む暴挙に。計量では、中学生の息子が学校で、お前の父ちゃんマジよええ、と言われている、と語り、息子のためにも勝利を目指す。さらに試合前の煽り V では元祖迷惑系の代表として、迷惑動画 SNS に上げるのやめようぜ。もっといい方向で SNS 使えるようになっていこう、と実体験のごもったアドバイスを送り刑事へと歩みを進めた。おでんが前に出ると、10人2期が左右のストレートを連打していく。一度下がったおでんだったが、必死にパンチを出して前に出ると、少しスタミナが切れた10人2期の顔面にパンチを当てていく。10人2期はミドルキックも、足を止めて殴り合うと一瞬おでんがふらつくが倒れずに足を止めての殴り合い。最後はおでん。